ですね、アンノイモとキノコのグラタンを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。はい、それでは材料紹介をしていきたいと思います。まずはアンノイモですね、それと玉ねぎ、こちらがグラナパダーニンニク、こちらがベーコン、それとバターですね。で、こちらは塩、コシのコク出しをするための蜂蜜、黒胡椒と、こちらがオリーブオイルですね。こちらキノコがしめじ、舞茸、茶色のマッシュルームですね。以上を使って今日は安納芋とキノコのグラタンを作っていきたいと思います。そしたらまずはこちら玉ねぎをみじん切りにしていきたいと思います。今日は玉ねぎは1/2個ですね、使っていきたいと思います。今日は結構細かめなみじん切りにしちゃって大丈夫です。これもちろんフードプロセッサーとか持っている方はそれでやってもらって全然大丈夫です。あとはあれですね、ブンブンチョッパーっていうみじん切りにする道具ですね、あれとかあるとめちゃめちゃ楽ですね。そしたらまず玉ねぎを炒めていきたいと思います。鍋に火をつけていただいて、そこにオリーブオイル大さじ1くらいですかね、入れて、そこに玉ねぎを入れていきます。この時の火加減は弱火で大丈夫です。そしたらこれを炒めてる間に安納芋の皮を剥いていきたいと思います。まずは周り泥汚れついてるんで水洗いしていきます。まず天地を落としていただいて、それから皮が剥けたらスライスして、少し水につけてアク抜きをしていきたいと思います。この時のスライスはなるべく厚さを揃えるようにしてください。火が均一に入るのはそうなんですけど、炒め上げる時間も短くして済むので、なるべく厚さを揃えてスライスするようにしてください。感じですね。そしたら水にさらしてアク抜きをしていきたいと思います。はい、芋のアク抜きをしている間に先ほど炒めていた玉ねぎもどんどん炒めていって、まあ飴色ですね、にしていきたいと思います。だいたいこのぐらいの、まあ、軽い感じの飴色になってきたら大丈夫です。次に安納芋をここに入れて一緒に炒めていきたいと思います。水にさらした安納芋を炒めていきます。はい、それとここに一つまみの塩と、それとコク出しの蜂蜜を少々。ある程度火が入ってきたら、ちょっと最初に紹介し忘れてたんですけども、牛乳ですね、牛乳を加えてさらに柔らかくなるまで煮込んでいきたいと思います。たくさんなるまで煮込んでいきます。はい、こういった感じにもう煮崩れるぐらいになってきたら大丈夫ですね。火を止めてこちらをピューレ状にしていきたいと思います。これぐらいですね、これぐらい滑らかなピューレになったら大丈夫です。そしたら次はキノコを炒めていきたいと思います。はい、続いてキノコですね。今日はしめじは蓋のこの石突きのところは取っていただいて、もう手で簡単にほぐしていきたいと思います。それと舞茸も一緒ですね。舞茸もこの下の部分はちょっと火が入りにくかったりするので、少しスライスして小さく切ってあげて、今日混ぜちゃって大丈夫です。舞茸も簡単に手で裂いて細かくしていきたいと思います。それとマッシュルームは今日はスライスですね。マッシュルームは全部スライスしていきたいと思います。続いてベーコンですね。ベーコンは薄くスライスして、スライスしたら次は細切りですね。細切りにして今日は炒めていきたいと思います。それとニンニク、ニンニク一かけ、今日はこれちょっと大きいんで半分ですね。で、中の芽は取っていきます。さ
らニンニクはみじん切りですね。フライパン用意してあげて火をつけて、そこにまずバターですね、それとニンニク炒めていきたいと思います。続いてキノコを入れていきたいと思います。きのこがしっかりと炒め上がったら合わせていってグラタンにしていきたいと思います。今日はこういったスキレットですね、こちらに先ほど炒めたきのこですね、こちらを詰めていただいて、その上に先ほどのこの安納芋のピューレですね、こちらをたっぷりと乗せていきたいと思います。そしたら上からたっぷりの粉チーズをかけていきます。ここまでできたらオーブンに入れていくんですけども、今日はちょっと魚焼きグリルですね、そちらを使って、まだこれあったかいんで魚焼きグリルの弱火を使ってじっくりと表面を焦がしていきたいと思います。今日は本当弱火で大丈夫ですね。温めつつ焼いていきたいので弱火にして焦がして、表面を焦がしていきたいと思います。いいですね、いい感じのこう焦げ目、グラタンらしい焼き色っていうんですかがついて、めっちゃ美味しそうですね。めちゃくちゃ美味しそうですね。いい焼き色ですね。仕上げにさっとこうオリーブオイルを垂らしてあげて、まあ、ここお好みですけど黒胡椒かけていただいたら完成ですね。それでは食べていきましょう。ワインもすごいいいですね。ぜひ